皆さんこんにちは、リセともよです。皆さん、この段ボールに見覚えがあるんじゃないですか。今回は100キロのデブが1週間ファスティングしてみたら何キロ痩せるんですか。実は前回は3日なんですよ。ストレスフリーファスティングというか今回は念願の1週間ということで頑張っていきたいと思います。なんでこのタイミングかっていうと、私のチャンネル見てくださってる視聴者さんって9割が女性の方なので、まあ、みんな可愛くなりたいじゃないですか。やっぱ春とか近づくなると新しい出会いとか気にしちゃうじゃないですか。結局のところね、私ももうスキピット終わりましたよ。こんなとこで言うのもなんですけど、新しい出会いとかなんかに期待しちゃったりなんかして、ダイエットは散々やめたと言ってるんですけど、去年の夏にやってよかったなってめっちゃ私は思ってたんで、今回も短期集中型で1週間頑張っていきたいと思います。で、今回は1週間のプログラムが事前に組まれてます。ちょっと中身紹介すると、この中にクレンズセットが入ってて、こういうねとかお粥とかが入ってて、他になんと1週間の違う人のなんか流れというか、それがね載ってるんですよ。だからまあこれに沿って今回はやっていこうと思います。ファスティングって結構しんどいイメージあると思うんですけど、このグリーンブラザーズのファスティングは違くて、そもそもサラダボール専門店のお店が作ったファスティングなので、基礎代謝が上がりリバウンドしにくい体へっていうのと、無理なく自然に体重ダウン、お肌が生き生き潤いキープ、まあ、やりきった達成感でポジティブ習慣にっていう、このファスティングで使うのはスムージーとジンジャースープとグレインズガユのこの3つなんですね。準備期間とか、ここの紙に書いてあるやつはジンジャーロースターってたりとか、お蕎麦食べたりとか、ヘルシーな感じで気使って生活していけたらなと思います。まあ効果はねより出た方が1週間やる気出ると思うんで、体型をとって明日から1日目頑張っていきたいと思います。おはようございます。1日目です。めちゃくちゃ寝起きで申し訳ないんですけど、1日目の朝はヨーグルトと酵素ジュースの粉をぶっかけました。正直ちょっと怖いですけど、この食べ方がしたことないんですよ。食べていきたいと思います。ちょっと混ぜますね。わー、普通に緊張する。緑のヨーグルトが完成しました。抹茶みたい。いただきます。はいはいはい、甘い。めっちゃ水に溶かして飲んだ時は結構ほんのり風味みたいな感じで甘かったんだけど、ヨーグルトと一緒に食べるとなんか甘い。私的には水で飲んだ方がいいわ。もたもたしてるヨーグルト好きな人は好きかも。前回はさ3日間だったんで、2回寝たらもう3日目じゃん。だから早いなって思ったんですけど、頑張って私。はい、ってことで夜は鶏胸のカオマンガイと、これは白菜たっぷりトムヤムスープにしました。うまそう。いただきます。うん、うん、うん、うわうまそう。うわいくらうまそう。早く築地行こうね。うん、じゃあありがとうございます。ダメな朝です。水で飲んでいきたいと思います。いただきます。うーん、水うまっ。ヨーグルトやっぱあんま合わないかも。私はあんまり得意ではないみたい。すごいすごい、ごめん、ちょっと本当に汚い話なんですけど、今日の朝そもそも寝起きでね一発出たんですよ。今老いの2発目出たの。すーごい。酵素ジュースのおかげなのか、水をたくさん飲んでるおかげなのか、最近の食生活のおかげなのか、いやまあそれはないな。感動なんだけど、普通にスキップしながらトイレ行ったわ。2発って、スタートからすごいいい感じで嬉しいです。ちょっともう肌荒れやばくない？ってことでお昼ご飯は米、ポン酢、サバ、納豆と卵とメカブを焼いたやつです。いただきます。黄金納豆作ろうと思ったんだけど、あ、メカブあるからメカブも入れようって思って、これ混ぜてたらドロドロの、ね、塊が出来上がっちゃって、ちょっとドゥルドゥルすぎて食えんなと思って焼いちゃいました。うん、納豆キムチとか入れたらうまいやろな。うん、うまい。うん、オッケー。久しぶりに来ました。何食べようかな。なんか新しいのできてんだけど、うわどうしようかにゃー。久しぶりにこれ見たわ。うわ玄米少ない、 100g ぐらいか。うわいただきます。
朝なんですけど。帰ってきました。お腹いった、マジでずっと会議中お腹鳴っててさ、人生で1抑えたもん。ってことで勝負スープ飲みます。このコーナー沸騰させたお湯入れます。今日渋谷から歩いたんだ。エロね。いただきます。熱っ、うまい。普通に今日マジでお腹空いて寝れないかも。夜ちょっと3日目なんですけど、どうですか顔の変化とか。まあ、特にはないわな、そりゃ。体の変化はですね、まあ、毎日便いいです。あーうるせえ。嘘嘘嘘って冷蔵庫にいてガチャガチャコンって聞こえたら、それは私がずっとハマっていたエクレアじゃない、あれなんだっけ。なんだっけ、プンプンプンじゃないの。もうこの内容なんだったら効果気なし。人の心がないんか。目の前で100キロが生姜スープしか食ってないんだよ。いや、かわいそうだと思って。でも、なんか私のご飯作っていただいて、はい、だからなんか、いいんか。おはようございます。ついにファスティングの日が来ました。あーらん。今日1日は5回に分けてこれを飲んで、酵素ジュースだけで過ごすっていう日をやっていきたいと思います。朝一の酵素ジュースいただきます。飲みやすいのは常温。カーって飲みたい人は冷たい水飲んだ方が美味しいです。本日5杯目の酵素ジュースになります。もうちょっとお前の顔見たくないぐらい。うん、いつも変わらない味。今日1日酵素ジュースの日だったんですけど、超正直お腹空いてる。飲み物しか飲んでないから、まあ、ただもうこれであと今日3秒で寝たら明日からまた食べれるので、もう余計なこと考えずにさっさと寝ようと思います。早く明日のおかゆ食べたい、おかゆ食べたい、おかゆ食べたい。おはようございます。5日目の朝になりました。あー、お腹が減って朝起きたよ。朝いただきます。まあ、このファスティングのすごいとこってめっちゃ目覚めいいの。なんなのね、なんか酵素ジュースに元気が入ってるのか愛がこもってるからなんですけど、で今日は昼夜ってスープ、夜がおかゆなんですけど、これが地味にしんどいんですよね。断食あるあるっていうか、ダイエットあるあるっていうか、食欲が余計増す感じ。来たら夜めちゃくちゃお腹減っちゃうんで、まあ、ちょっと心配かなという感じです。最後まで気抜かずに頑張っていきたいと思います。で私最近バイオハザードハマってて、めちゃくちゃおもろくて、うち夢の中までバイオハザードで、昨日の夢の中で、もう、粗品に殺されて、自分がバイオ側なんだっていう感じで、自分がバケモン側で、謎にね、ひどいよね。粗品が、キャ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 って笑ってんの、嫌な夢だった。これは、酵素ジュースの悪夢なんですかね。ってことで、バイオやっていきたいと思います。スープを飲みます。これがまあ、うまい。いい感じの塩っ気で、とっても美味しいですから。それでは、いただきます。うまい。うわ、このね、生姜、コンソメ生姜みたいな味がね、これがもう普通にファミレスとかで出てくるコンソメスープみたいな味。あー、うまー。昼食べるはずなんですけど、ちょっと今日はですね、忙しくて昼夜一緒に食べます。クレンズがゆ、クレンズがゆです。温められたおかゆ、ガユって書いてあるから、ガユ。中はこんな感じで、マジでなんか雑穀米をこうゆるゆるにした感じのおかゆですね。これがね、熱いですから。わ、いただきます。うーん、味ない。雑穀って感じで汁飲んで。あー、うまー、汁。ファスティングの後になんか急に油物とかいつも通り食事進めちゃうと胃がびっくりしちゃうから、なんかこういうおかゆとかスープとかちょっといい感じの塩味が優しめでついてるやつを食べて、明日からご飯が食べれますよということです。嬉しいです。じゃーん、運命の体重の方を測っていきたいと思います。え、あれ最初何キロだったっけ。え、てか久しぶりに97見た私。は
い、ってことで1週間終わりました。体重が私が最初が 101.0 から 97.9 は 3.1 キロ痩せました。吸ってき。今回改めて思ったのは、本当にうんちくん出る。やばいほど出るね。1日1回は必ず出て、多い日だと2回行ってたのね。それぐらいめっちゃ腸内環境に刺激されるんだと思って、途中からトイレ行くの嬉しくてたまんなかったんです。やっぱデトックスされたからか化粧のりめっちゃいい。なんかツルツルじゃない私今。途中でイメチェンなんかなんちゃったらしたりしてみたりしてね、やっぱりやってよかったですね。で1週間初めてやったんですけど、マジできつくなかったな。まあそのお腹減ったはある。それはでもさ、普通に生きててもあるじゃん、お腹減ったって。ムカムカしたりとかそういうのは全くなかったです。ありがとうグリーンブラザーズさん、いつもお世話になっております。今回私2回目なのもあって本当におすすめできるし、みんなにもぜひ腰痛良くなって腹ツヤツヤになってほしいので、今回実はグリーンブラザーズさんとキャンペーンの方を組ませていただきました。概要欄に貼ってあるリンクを押していただくと、定期通常価格が8,618円（括弧税込み）で買えるらしいんですけど、初回が2,280円。5,000円以上も安くなって購入できるみたいなので、詳しいことは概要欄の方に全部貼っておくのでチェックしてみてください。ファスティングって定期的にやった方がリバウンドしにくくなったりするらしくて、まあ今ダイエット頑張ってる女の子がいたら、もうすぐ水着の季節が来るんじゃないですか。ダイエット楽しく頑張れる要素の一つになったらいいんじゃないかなって思います。もうすぐ春ですから、桜見ながらデートする季節が来ると思います。新しい出会いあると思います。今年こそはみんなで白馬の王子様ゲットしような。相変わらず私はまん丸でやらせていただいてるんですけど、まん丸になりながらも少しでもね自分磨きとか、みんなで最高に可愛くなっちゃって、今年の春はいい春にしましょう。ということでリストもやでした。今回も動画見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。え、てかショートちょっと良くないですか。ちょっと気に入ってんだよね。可愛くなろう。